ちょっとストローク因縁朝からの両者がついに合間見える相手やばいじゃん。楽しみにしていたぞ。さあここでチャージを一つ。対空はしっかり出ている。落ち着いて相手の動きは見えている。ハメイどうだろう。ここはどう出るか。上は通さず、なんとかして変わりたいが、まあ移動が絶妙。うまくラインを押し返した。なるべく壁際からは逃げたいところ。上は見えている。ここで決めるその弾力、あっぱれ。追いレベルが4の今、縛るものは何もない状況。もうちょっと。危険な状況になっている。ミスはもう許されない。オーケー、転身ミスだがなったこのラウンド。レイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。いやいいね、いい感じだと思う。今後の展開にも期待していきましょう。プレイヤー2、画面端のいい状況を作った。さあもっとやり合うのだ。なめて強い投げ。ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。ダムガリアットから、飛んでいる。ドライブラッシュで前に出る。いやミスった。試合を動かしに行く。まあ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 、見事だ。ゲージは見えている。ここでパワーアウト。ここまでなのか。ここでダメージ。ここでスタンしてしまった。ここまでなのか。いやもったいねー。一発ゴズクだけ。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。この投げは警戒していた。しのいだ。うまく投げが通った。素晴らしい投げだ。わずかな水が火の下になる状況。どこを見る。もう止まってしまうぞ。いい感じだ。オッケー、フィニッシュ。良いとどめだ。なかなかに白熱した試合でしたね。2人ともご苦労であった。よし、またの試合を楽しみにしているぞ。ここは対戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。対戦とは互いがまだ血に飢えているようだな。ターゲットコンボをしっかり決めていく。ここはどう出るか。ここは投げを見せてガードを崩す。今の投げは良いフォームだったね。さあドライブラッシュで相手に揺さぶりをかけていく。なんとかして変わりに来たが、間合いどうが絶妙。投げ抜けの間合い、あとこれはスカッター。ああ惜しかった。自身を使ったコンボルート、仕切り直す。オッケー、良い決着だった。やや一方の人も取れる試合となりましたが、どうでしたか。いや圧倒的だね。勢いが違うよね。ここはガードでしのぐ。試合はどこから仕掛けるか。頑張っていってもらいたいよね。中央でのせめぎ合いが続いている。対空キッチン、いやこの飛びはガードの理由。次はどう出る。激しい翼に合い、前し飛びは落とす。見事だ。頭上がガラキー。直感判断どうなるか。あっぱれ、やるではないか。SA 連鎖ゲリラ裁縫水拳とブレイクがあってしまったか。カンフーの神髄。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。どうしたパワーアップしている。まだ諦めるな。この相手は空振りになる。うわぁ、やりすぎたか。圧倒的火力、圧倒的プレッシャー。そういうことだ。この投げは警戒していた。この飛びはガードが間に合う。ドライブラッシュで前に出る。主導権を先に手にするのはどちらか。上はダメ。やっぱりやるではないか。もっともっと争うかよ。フレギア2、ここが勝負どころ。もっと我が輩うまく投げが通った。見事だ。最尻尾で打ち抜く。さあここから EC 選択からの
オッケー、いいね。架空絵残機両者かなり動けていた試合どこ見ましたか。素晴らしい戦いであった。見事だ。さっさモダンルーク火は熟した。いよいよ始まる。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあ開幕、両者はどう思うか。どんな戦いが見られるのか非常に楽しみである。投げ、いよいよ両者を作っていくか。いいような立ち上がり。さあ張り切っていってもらいたいね。早く出るか。ああ今のは素晴らしいな。さあ差し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。ダウンしてどうする。いやー見事、気持ちよくしましたね。それまでの動きから両者は何を勝ち取ったか。さあラッパー中央へ押し返した。意識のアンテナはいやーもったいねこれ。良い決着だった。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。まったく素晴らしいね。見事に決めていった。今後の展開も期待していきましょう。ザ・ブラスト・ザ・ブラ重要な立ち上がり。まあラッキー頑張っていってもらいたいよね。次はどうでる。捕まえて投げ飛ばす。良い投げ。プレイヤー2、ここでの押し引きが重要。さあここからだ。SA ゲージは4個マックス。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。体力は残り少ない。ドライブゲージが勝負を分かす。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。これは熱い。さあ体育で反撃が止まる状況になった。さあ飛ぶような残り体力。危ねー。さあ次で最終決戦。もはや気持ちの勝負だった。我が輩の距離には目がくぐってになっている。流水脚を選択、余裕をチャージ。キッチンに落として。いざその調子だ。ここで投げに行く。やっぱりやるではないか。こんな距離でやるで。ここからの勝負だ。やっぱりやるではないか。圧倒的なスピードで相手を翻弄し、一瞬にして包囲される。ゲージの裁縫。いい感じだ。いやまだ諦めるな。流水脚で飲んでいくルート。うわーこれだよな、モダンのよ。あでもバーンとしてたからそれ見てるか。全然いい。プレイヤーは投げが決まった。素晴らしい投げだ。おおどうなる。もう決まってしまうぞ。いい感じだ。あぶねー。よくやった。これが見たかったのだ。プレイヤー2、緊張感が伝わってきた。よく勝った。ユウコ蒼白の試合だったね。これは最後までわからなかった。開幕ハローやるか。試合を見せた両者に発生。上から来た。手の手をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。ダイレクトコンボできっちりダメージを取っていく。プレイヤーはさあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。さあここだ。さあ近距離の攻撃。ここでバーンアウト。まだ諦めるな。ドライブラッシュで前に出る。カウンターが入る。おおいいね。もっと我が輩を楽しませるのだ。オーケー。やるではないか。プレイヤー2、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。いやいいね。いい感じだと思う。確かにこれからの戦いにも目が離せませんね。いやフラッシュラック。いやー見事、気持ちよく決まったね。地上技でいやーラギ。残り少ないドライブゲージ、どうする。追い詰めたこの状況。いやーおおそうきたか。いやどうだ。うまく投げていた。見事な投げだね。ここで両者ドライブゲージが使えない。戦い続けるか、それとも時間を稼ぐか。さあここからは差し合いの領域となる。オーケー。ゲージを使っていた。ドライブゲージ回復するかな。オッケー。 SA レベル3、月下解放。水拳とフリー
やってくるよね。いやーミスった、危ねえ。なんでドライブインパクトしてんの。ふぅ。